原骨は、1914年製作、公開、ワートン製作、パテ・エクスチェインジ配給による、アメリカ合衆国のサイレント映画、シリアルフィルムである。日本での別題、エレーヌの勲行。本作の続編が、ザ・ニュー・エクスプロイッツ・オブ・エレーヌ、続々編が、ザ・ロマンス・オブ・エレーヌとして製作されたが、日本では、それぞれの第一話を、原骨第十五編圧作ガス、原骨大。 25編として連続的に封切った。1914年、フランスの映画界シャパテ・フレールが、パール・ホワイトを主演にアメリカで制作、同年3月31日にエレクトリック・フィルム・カンパニーが配給、公開したシリアル、ポーリンの機難に引き続き、パール・ホワイトを主演にレオポルド・ワートン、シオドア・ワートンのワートン兄弟が制作したシリアルである。本作は、 エレクトリックフィルムカンパニーが配給し、同年12月29日に公開が始まるが、翌1915年の初めにパテエクスチェインジがエレクトリックフィルムを吸収合併したため、それ以降はパテエクスチェインジが配給している。本作は好評となり、続編、続々編が制作、公開された。日本では1916年3月、 天然食活動写真が配給して、本作の第一編、玄骨第一編参加役の一種が、東京、浅草公園ロックの帝国館で封切られるが、この時点で、パールホワイト主演の前作シリアル、ポーリンの機難は公開されていない。本作の続編、続々編は、現代はそれぞれ異なるが、日本では引き続き、玄骨として公開されている。これらの次に、 ポーリンの機難が同年10月14日最初遺産のタイトルで公開されたが日本ではさほどのヒットとはならなかった。はずみつねおは本作をユニバーサルシリアルのマスターキー、メイキンと並ぶスケールも大きく当時の連続映画の代表作として挙げている。現在 本作の原版は散逸し現存しないが、第8から10編の3編を含む上映用プリントが現存している。1994年、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されている作品である。各話のサブタイトル、公開日の一覧である。原骨第一編三火薬の一種ザ・クラチャイング・ハンド、原骨第二編催眠剤、ザ・トワイライト・スリープ。 原骨第3編宝石の消失ザバニッシングジュエルズ。原骨第4編氷結セシキ金庫ザフローズンセーフ。原骨第5編ドッキの部屋ザポイズンドルーム。原骨第6編吸血鬼ザヴァンパイア。原骨第7編2つの地位。ローザダブルトラップ。原骨第8編隠れたる声ザヒルンボイス。原骨第9編殺戮方戦ザデスレイ。原骨第10編蘇生ザライフカレント。 原骨第11編午後3時ザ・ワーオブスリー原骨第12編結晶ザ・ブラッド・クリスタルズ原骨第13編偶像数拝者ザ・デビル・ワッシュパース原骨第14編見覚えザ・レコニングありがとうございます